ミレーヌ・ド・モンジョは、フランスニース出身の女優である。本名は、マリエレーヌ・ド・モンジョで邪悪な娘、アビゲール・ウィリアムズを演じて、脚光を浴び、翌57年カルロビバリエ画祭の最優秀女優賞を受賞。1958年には、英国アカデミー賞の有望若手女優賞の候補となる。以来、悲しみよ、こんにちは、女は一回勝負する、お嬢さん、お手柔らかに。 黙って抱いて、狂った夜、上と下、ローマの恋、サビーヌの略奪、前戦艦を撃沈せよ、マラソンの戦い、黒い狼といった映画に次々と出演して、フランス本国のみならず、日本でも大人気となる。その後、ファントマシリーズなどにも出演したが、再婚後の出産などで活動をセーブし、舞台や TV にも出演するようになった。親日課であり、日本映画、 ヨーロッパ特急、東京タワーに出演したり、夕張国際ファンタスティック映画祭のゲストなど、来日回数も多い。夫は、作家ジョルジュ・シムノンの息子で、監督のマルク・シムノンで、彼の演出した TV 映画にもたびたび出演している。ありがとうございます。